次は風が運んできた投書だ。こりゃ白紙？いや、炙り出しか。かまえ、どこまでも食らいついてみせな。いい暇つぶしにはなりそうだな。マサルネ様、どんな相手にも油断はなりませぬ。せいて早くなるならばいくらでも急ぐわい。いただく。ぶっこみネームマグマグからの投書だ。僕、おいしい欧州に引っ越したいんだ。たまには本気を出すのも悪くはねえ。勘が戻ってきよったわ。一旦お知らせです。そうだ、京都へ参ろう。花火に出会い、京都で素敵な休日を。震えるのはナマズが暴れた時だけだ。I can't take it。 そろそろ本気出してくれよ。つまらねえだろ。馬で人にかなうわけがねえぜ。若造が帰り道にしてくれるわ。欧州ぶっこみ目安箱は急な車なんか選ばねえ。てめえらの行くところ、そこが俺の戦場よ。俺、応援だけで疲れた。やれやれ、サスケめに忍びの操術を習うべきか。マサルネ様、本陣にて朗報をお待ちあれ。右目よ、竜が道を誤らぬようしかと目を開けよ。ぶっこみネームエンジェルからの投書だ。うちのギャロップ見かけませんでしたか。もうちょっと走りたかったが仕方ねえか。勝つべからざるをなして勝つべきを持つ、兵法の基本よ。覚えておくがよい。ぶっこみネーム隠し味は愛からの投書だ。実はいつも台所で聞いておりまする。生き残るやつは生き残る。外オーバーを何本用意させよってんだ。見舞いの品はその辺に置いていけ。愛も変わらぬ立ち筋だぜ。それも荒ぶる竜には叶いますまい。進む覚悟はあるのか。たとえ何を切ろうとも、やはり戦こそが百薬の長よ。戦国の怖い話、今日から一食い武士、鍋を背負った化け物らしいぜ。小僧、突っ走ってみせろよ。ほっ、独眼竜とその右目合流させてはなりません。この陣は俺たちのもんだぜ。いただく。ぶっこみネーム天下の岩窟王からの投書だ。
小生の気持ちはわからんよ。なら送るな。報酬街道情報です。先ほど荷馬車の転倒が発生、ごぼう500本が散乱し全線通行止めです。ぶっ込みネーム関白宣言からの投書だ。実は奥がこの前、また愚痴かよ。来週は特別週間、第六天魔王が特別生出演だ。どっから来んのか知らねえけどな。さて、これでどれほどの影響が出る。囲め、個々の力で渡ろうとはするな。ここで奥州街道情報です。現在の奥州街道、平泉宿を先頭に約8里の馬渋滞です。あいつ俺らより暴走してやがる。優位こそ慢心という毒の親だ。暴れ馬の扱いには慣れたもんだな。ぶっ込みネーム星に願いよからの投書だ。あの方を絵描き歌にしました。おお。どうした？半端な腕前を晒すつもりか？誰もが聞いてる奥州ぶっ込み目安箱、聞かねえと時代に乗り遅れるぜ。中途半端な暴れっぷりイラつくぜ。とりあえず撤退、陣から離れろ。俺を壊そうとは、あんたも目が効いてるな。この心臓を狙うんなら今のうちだ。出なけりゃ、いや、ガンビソウル OK。 随分とのんびり走ってきたな、小次郎。これでも最速を保って参りましたが、さあ灰に帰りたい奴から向かっていな。良いか、小次郎、走る道は一本ではないのじゃ。ぶっ込みネーム雪だるまからの投書だ。楽しく聞いてると畑仕事の手が止まるべ。俺の歩んだ道か。まあまあ、七草だな。七草目を奪った罪、その身で覚えろ。いい判断だ。小十郎がいればあんたに勝ち目はない。とっとと引くのが最大の善行だ。戦国の怖い話、恐怖のひげ尖り神。あ、こいつはいいや、次。復活の虎、タケルは必勝。これにてリミット。さあどうする。悔いはない。ヘイ、今日もそろそろお別れの時間だ。また聞いてくれよな。あばよ。わしがなすべきはただ一つ、熱き魂の宿りし一撃、ひたすらに放つべし。飲み朽ち果て、荼毘に付すまで。